ここは巨大な書棚に、あれは天球儀のようなものかしら。いにしえの錬金術師どもが作った夢の跡といったところか。お前は黒装束に仮面。出やがったな。はじめまして、特務支援課の諸君。どうやら余計なものが一人紛れ込んでいるようだが。自分はただのサポートです。気にしないでください。まあいいだろう。お初にお目にかかる陰というものだ。まずはここまで即労願ったことをねぎらおう。ああ、随分と引きずり回してくれたもんだな。ちなみに、塔にいる奇妙な魔獣はあんたが用意したものなのか？あれは元からこの塔の中に徘徊していた。腕を鈍らせないよう歯ごたえのある狩り場を探してこの塔を見つけたのだが、なかなかどうして面白い場所だ。あんたの仕業じゃないのか。まあ個人がどうこうできるものでもありませんし。さて、いろいろと疑問はあるだろうが、まずはその前に最後の試しをさせてもらおう。どういうつもり。弱き者に興味はない。お前たちが我が望みにかなう強さを持っているか、その身で証明してもらうぞ。やっぱりお約束ですか。へっ、多勢に無勢と言いたいところだが、気をつけろ。こいつ凄まじく強いぞ。どうやら手加減する必要はなさそうですね。ええ、全力でいきましょう。いい投資だ。それでは行くぞ。いいの力見せてよ。敵出現、めんどくさいです。すまない、みんな私の番です。分析を開始しました。
しゃ。行くぞ。さてと、俺の番だな。任せて。よし。行きます。ここだ。行きます。死ねない。来て来て。はい。ウニグマクマ。クライ。ダメダメ。おっしゃ。おいま。助かりました。負けるか。まくない。進まない。みんな。まだまだだ。でもこれでなんとか。いやダメだ。え、そちらの彼はなかなかできるようだな。戦闘中に分身だけ残して、そこで高みの見物ってわけか。恐ろしく腕が立つようだが、あまりいい趣味とは言えねえな。気に触ったのなら謝罪しよう。しかし、戦闘中に私の動きを見切れるとは、なかなか大した動体視力だ。ま、これでも実戦経験はそれなりに積んでるんでね。それでまだやんのか。まあいいだろう。あんたの強さは本物だ。今の俺たちじゃ勝てないだろう。そんなあんたが俺たちに何の用だ。
ロイド・バニングス、うすうす見当はついているのだろう。どういうことですか。お前のことは調べている。どうやら捜査官としてそれなりに勘が働くようだな。ならば私の要件もわかるはずだ。ああ、そうだな。あんたの要件というのは。最初にアルカンシェルのイリアさんに宛てた脅迫状、それについての話だな。その通り。ではその脅迫状の何について話があるというのかな。それは、あの脅迫状を送った人物、それはあんたじゃないんだな。どういうことだ。まさか。その通り。あれをイリア・プラティエに送ったのはこのインではない、私の名を語る何者かというわけだ。やっぱりか。捜査をしている最中、どうも違和感があったんだ。伝説の教主、東方人街の魔人、調べていけばいくほどその存在感は強くなっていった。だがそれに比べて最初の脅迫状は何というか、あまりにこきおどしな匂いがした。イリアさんがいたずらだと決めつけてしまうくらいに。その通り。イリア・プラティエは天才だ。おそらく直感的にあの脅迫状が本気で自分を狙ったものではないと気づいたのだろう。だがならばなぜあんなものがアルカンシェルに送られたかという話になる。そのよくわからないんですけど、それこそアンチあたりのただのいたずらじゃないんですか。いや、インがこのクロスペルに来ていることを知っている者は限られているんだ。ヘイユエ、ルーバーチェ、捜査一課、あとはその関係者くらいだろう。なるほど。そうなると確かにいたずらって線はなさそうですね。そう。だが脅迫状一つでアルカンシェルが新作の公開を中止することはありえない。さらに名指しでイリアを狙うと宣告したことについても不可解だ。その結果、捜査一課の介入を招き、イリア周辺の安全に関しては万全の体制が敷かれることになった。それこそ舞台中に狙われても未然に防げるくらいにな。ということは、脅迫状を送ってこの状況を作り上げることで何か別の狙いを達成した、あるいはこれから達成しようとしている。その可能性は高いだろう。改めてお前たちに依頼する。我が名を語ったその何者かの企みを阻止してもらいたい。何？おいおい、何虫のいいこと言ってやがる。そんなことを言っていいのかな。その誰かが何を狙っているのか私にも見当はつかないが、ろくでもないことであるのは目に見えているのではないか。確かにその可能性は高そうね。でもどうして私たちにわざわざそんな依頼を頼むの。あなた自身がやればいいのでは。こう見えても私はそれなりに忙しくてね。例えばルバーチェどもの相手とか。やっぱりヘイユに協力してマフィアと暗闘しているんだな。
俺たちクロスペル警察が手を出せないことをいいことに。そう怖い顔をするな。ギルドも面倒だし、一応民間人は巻き込まぬように配慮しているさ。もっともルバーチェの方がそこまで首相かどうかは知らないが。お前、いずれにせよ我が名を語って勝手なことをさせるわけにはいかない。依頼を受けるか否か答えてもらおう。わかった。あんたの頼みに応じるわけじゃないが、真犯人の企みの阻止には協力しよう。それでいい。でもどうするんですか。いつ誰が何をしようとしているのか全く見当もつかないというのに。いつというのは心当たりがある。もしその真犯人がアルカンシェルに関することで何かを仕掛けてくるとすれば、本公演の初日かプレ公演だろう。本公演の初日とプレ公演、そいつは同感だな。やっぱり最高に盛り上がるとしたら本公演の初日になるだろうが。関係者一同が招待されてお披露目をするプレ公演も格好のターゲットというわけね。その通りだ。お前たちに頼みたいのはその両日における警戒活動。捜査一課が裏をかかれた時のため劇場内を密かに巡回するということだ。そしていざ何かあった時は迅速な対処をしてもらいたい。勝手を言うけど筋は通ってるみたいだな。アルカンシェル方面に頼めば劇場内の巡回は問題なさそうね。問題は一家の目をごまかせるかくらいだけど。そうですね、見つかったらつまみ出されそうですし。まあ出たとこ勝負でなんとかするっきゃないだろう。引き受けてくれて何よりだ。それでは私はこの辺りで失礼しよう。朗報を期待しているぞ。逃がすかよ。どうやら屋上にある鐘楼部分みたいですけど。野郎、どこに行きやがった。ティオ、サーチしてくれ。はい、行きます。え、何かわかったのか。地上のあたりにわずかに反応がありました。どうやら直接ここから飛び降りたみたいです。な、そんな、ち、化け物かよ。その、なんていうか、皆さんとんでもない奴を相手にしているみたいですね。皆さん、お疲れ様です。本当だったら自分も協力したいところなんですけど。ううん、塔の探索を手伝ってくれただけでも十分よ。そうそう、正直助かったぜ。そうですね、ここまで送ってくれましたし。総長、本当にありがとう。どういたしまして。でも何かあったら遠慮なくタングラム門に連絡してくださいね。今日のことは副
司令に一通り報告しておきますから。ああ、その時はよろしく頼むよ。そんじゃ、またな。はい。皆さん、お疲れ様でした。さてと、まずは今週末にあるプレ公演の警戒活動か。とりあえず支援課に戻って段取りについて検討しましょう。アルカンシェルにも連絡しないと。捜査一課の動向も掴んでおく必要がありそうですね。そのあたりは課長に頼めば探ってくれるとは思いますが。まあ、いずれにせよめちゃくちゃ忙しくなりそうだな。